吉田六在の墓吉田六在体1916年3月3日は、尾張藩士、官僚、政治家、実業家。尾張藩士、矢沢右衛門の子として、名古屋城下、板屋町において、生を受ける。父の名を襲って矢沢右衛門とも称した。江戸時代においては、尾張藩士として、尾張藩僚の品の国基礎産の官僚になった。1869年4月。 官僚となる。大宮県出資、浦和県大族、道県省三次を歴任した後、明治4年12月、宇和島県展示に転じた。1876年2月に辞職し、記名。同年6月に愛知県第一区長を心得となる。1878年12月、名古屋区長に就任。名古屋区長在任中には、区役所の新築、戸籍の整備。 東海道本線名古屋駅の誘致、それに伴う広小路通りの整備、名古屋上勤社地の保存、電線病隔離病棟の設立、米商会所の設立、第11国立銀行設立などの多くの功績を残している。1888年11月、区長を辞した後、名古屋実業会において活躍した。自身が設立に関わった、米商会所と踊り、 その後新の名古屋米国取引処理事長、第46国立銀行頭取に就任した。愛知県会議員、名古屋市参事会員、衆議院議員としても活動した。名古屋市近郊の愛知軍ご基礎村に別荘地を保有していたが、第10回関西府県連合共振会開催による鶴舞公園整備に伴って寄付した。かつての別荘地には、 吉田の名を取って、吉田さんの名称が残されている。1916年3月3日没。翌日、静七くらいに上された。墓地は、格王山日、大寺墓地にある。死後は、特効院全能高明。ありがとうございます。